はいはい、来た来た。あ、これが家系で一番と言われている、はい、ミヤンです。I love you 中年です。目の前を走るのが相鉄線でして、夏の夕暮れ、横浜市保土ヶ谷区上星川という駅から16号線をね、下って左側ございます。こちら家系で一番でしょう、鈴木屋さんですね。見てください、見てください。シンプルなね、美しい食券機。ラーメンは1種類。大きさだけが、普通、並、中、大、3つあって、大を注文しました。トッピングはなしです。はい、氷水を飲みながら並び、さほど並ぶことなく着席です。このね、L 字型のこの席が一番いい席なんだよね、よく見える、はい、手棒で茹で上げ、そして平皿で取り、こういうスタイル、そうすると確かに水はよく切れるねって、懐かしいですね。はい、海苔、大きく切った海苔をきれいに広げ、ほうれん草、ネギ、そして、麺と器の間に挟み込んで着丼です。あれ、ミヤンじゃなかったのね。はい、目の前で寸胴ででっかい、1日100キロだか何キロ、豚骨スカートだったかな。はい、タオルで、手持ちを、痛いんだね、やっぱね。強い、ぐってね。これ一度やってみたいですね。やりますね。どんなの出てくるのって、肉、骨赤いんですね。赤ちゃけてくんですね。なんでですか、ね、でこちらはですね、鈴木屋さん、僕らはすすき屋って呼んでたけど若い頃、店主のね、鈴木さん、鈴木正和さんかな、あ違うだ、誠二郎さんか、鈴木誠二郎さんの方で、店長ね、僕が中じゃなくて高校2年の時かな、ここの先生がここうまいぞと教えてくれて、来て以来、毎日通っちゃいましたよというお店です。で、ね、マスター誠二郎さん亡くなっちゃったんだね、悲しいです。悲しいというよりもありがとうございますっていう気持ちだね。はい、こんな弟子とね、兄さんで肉を積んでいくんですね。やってみたいですね。昔から服装変わりません、長靴に、縞の入ったパンツ、黒いベルト、シャツ、そしてタオルは頭に巻いたり首に巻いたりでね、もの長いこと。ここは開業されて創業32、3年、1990年の2月に始められたお店で、で M ヤンが来だしたのが確かあの時は93年かな、だから3年後、ミスターチルドレンがやけに流行っている時期に来たのをよく覚えてる。トゥモローネバーローズのもっと前、93だね、です、懐かしいですよ。ね、店員さん、当時マスター鈴木さんともう2人、どちらもね、家系ラーメン、自分のお店を持ち大成功していますね。ね、数あるこういったラーメン屋さん、当時はね結構こう、悪い人じゃないけど、結構こう厳しい人が結構ラーメン屋に多くいてね、でもこちらのお店のご店主もスタッフも本当に優しい人だったなっていう、それをよく覚えてますね。アルバイトのね、女の子もね、なんか一緒に映画行きたいらしいから行ってきてなとね、そんな和気あいあいとした あの時期ね、宮もねこの地域に、この近くに塾とかね、予備校とかね、選んじゃったりして懐かしいなと。でマスター亡くなったか、胃がんだったからね、胃がんになっちゃってさーとかつって言ってたのは、あれもう十何年も前か、ね、はい、家系、ランキング常に上位、ね、でも昔と味がやっぱちょっと変わったな、あっさりっていうか、ソフトになったね、
あ、味変わったなっていうタイミング今でも覚えてるけど、店主のね、マスターがね、病気になった時に あっさりしてきたなっていう、そういう印象確かあったな。まあ勝手な勘だけどね。こんな感じで、作っていきます。今ね、家系ラーメンでも何、セントラルキッチンで作って支店に届けてってね、それが王道になりつつあるらしい。安いしね、簡単だし、味もぶれないし、修行がいらないしね、誰でも作れるしっていうことで、はい、着丼です。やってまいりました。ご覧ください。大盛りですね。2玉入ってます。チャーシュー。で、湯気が出てませんね。なぜですかって、ね。鶏油というね、油がスープの表面を覆ってます。ですんで、湯気が出ませんよと。はい、お水。ね、お客さん増えてきた。夏の入り口、気持ちがいいな。入り口がねえか。ね、夏の横浜。はい、レンゲでね、スープをすくうと油とスープが半々ぐらいに入る。これがうまいんだわ。はい、堺製麺、家系総本山吉村屋さんがね、一緒に家系に合う麺を考えたという堺製麺の麺をこちらでも使われていて、短いんだな、ここの麺はな。この短いのがなんか好き。はい、豆板醤入れましょう。これね、塩辛いですから、あんまり入れると味が変わっちゃうんで、味濃いめ、味濃いめにしない方がいいですよね。味聞かれますね。濃いめにしますか、油多めにしますか、固めにしますか、聞かれますね。で、濃いめの方がうまいんだが、豆板醤入れる人は気をつけてねと。はい、こっちなんですか、生姜ですね。生姜、半さじから一さじ入れましょうね。あまり生姜入れませんね、皆さんね。でも入れた方がいいです。生姜とお酢を必ず入れてほしいなと。はい、こちらニンニクですね。ニンニク2さじ。いやー、美味しそうですね。ね、こちら家系なんですが、1974年だか6年ぐらいに総本山と言われる吉村屋さんが開業され、でこちらはそこから15、6年後なのかな、90年ですからね、で吉村屋さんで修行ではなくて、本木屋さんにいたマスターが独立されたって形なのかな、そうそうそう。はい、混ぜましょう。いやー、美味しい美味しい。俺あんまめっちゃうめえって言いたくないんだけど、めちゃくちゃうまいね。で鈴木さん、マスターのご実家がね、酒屋さんなんだよ。そこも鈴木さん、鈴木屋っていうのね、そこから丸々取って、ラーメン屋さんも鈴木屋さんですよ。で、2号店がね、5、6年前にあけぼの町館内の方にできたんですね。1号店がこちらが90年で、そこから26年後に2号店、もっとポンポンポンって出しても良さそうなもんだなと思ったんですが、いわくこのスープがね、安定しないんだって、ね、いやもう十分してるぜと思ったが、誰にいつ来ても同じスープが出せるようになるには相当工夫が必要でっていう話は聞いていて、ね、昔の従業員さんもスープ、同じスープを、美味しいスープを一定に保つってのは永遠の課題だねって、なるほどねっつって、家系にはそういう課題あるのね。そういう点ではセントラルキッチンは簡単だよね。作っちゃって、店頭で、ポンポンって器に寄せればいいんだけど、俺は僕はやっぱりこっちの方がラーメン体験としてはね、目の前で寸胴グツグツやって、蓋開ければその蒸気がこちらに流れてきてね、いろんなものがガチャガチャあってね、味だけうまければそれでいいのかとは思わない年齢になってきたのか、全部含めてラーメン体験ですよねという点で、こちらのお店は200点満点なんじゃないかな。なんか亡くなったマスターのことを考えつつね、泣きながら食ってた気もしますってね。はい、みんな、食べ終わっちゃった、ね、終わっちゃった。幸せな時間って短いからね。はい、
はい、で付近で拭きましょう。店員さんがね親切ですんで、すどうしてもこちらも善良な人間になってしまいますわね。ご覧ください。ああ夕方になって夏の夕暮れ、ラーメン美味しいね。はい、読みづらいね、常用漢字じゃない、あのことぶきことぶき最後の7が3つで木です。鈴木屋さんです。ぜひね覚えておいてください。国道16号線上星川ちょっと過ぎた左側にございます。はい、見てください、いつもの LINE、QR コードですね。これでエミヤンに、繋がってコンタクト取って、あそこ行ってくれここ行ってくれってね、結構遠いの来るんだけど、それはまたいつか必ず行きますからね。ありがとうございます。でお店に限らず何でもいいです、ね、あそこにいたばあさんまだ生きてるかなとかっていうレベルでもいいですから、あの木まだ立ってるかなとか、なんか思い出を聞かせてくださいね、できればね。はい、こちらは、この動画は、M ヤンの、いつものね、もう晩寸前の方でしょ。ね、楽でいいね、気楽でいいわ。はい、I love you、中年です。ありがとう。